いつもご視聴ありがとうございます。今回はステップテンバー2023の大会概要まとめ動画となります。今年も9月の熾烈な歩きイベントがやってきました。アグレットでは毎年9月にステップテンバーという大会が行われます。普段からよく歩く方にはぜひ上位を狙って豪華商品をゲットしていただきたいですし、私のようにゆるっと歩きエンジョイ勢の皆さんにも楽しめる参加賞や全プレイヤーへのエリートサブスクリプションの1ヶ月お試し期間のプレゼントなどが用意されています。内容なんですが、ご覧のように結構情報量が多いんですよ。初めて参加される方にはちょっと分かりにくいかもしれませんが、順番に整理していきましょう。昨年も参加された方はね、大体のルールはご存知かと思うんですが、少し変わっているところもありますので、ぜひ最後までチェックしていってください。ではまず開催期間について、9月の1ヶ月間を通して行われるんですが、日本時間では開始が8月31日の午後11時、終了が9月29日の午後11時となります。日本語版の告知画像の文言がですね、 AM と PM が多分これ間違っていて誤解を招いているかもしれないんですが、日本時間では終了が9月29日の夜となりますので、ご注意ください。この大会はトータルの歩数を競う大会ではなく、歩いて獲得したレギュラーアグレットの額を競う大会です。加算されるのは指定された靴を履いて歩いて獲得したレギュラーアグレット、それからスタッシュから獲得したレギュラーアグレットのみとなっています。ヘルプから確認してみたんですが、ステップテンバーの特設スタッシュ、それから普通のスタッシュ、どちらから獲得したレギュラーアグレットも対象になるとのことです。前回大会ではスタッシュで見つけたアグレットは1日3箇所分までしか集計に加算できないっていうようなルールがあったんですが、今回は特にそういう制限が設けられていないようですので、スタッシュがお近くにたくさんある人は有利になりそうですね。反対に対象外となるのはマーケットで稼いだり、モーニングレポートで入手したアグレット、招待コードの使用ボーナスで得たレギュラーアグレットです。自転車で獲得したのもダメって書いてあるので、あまりに速いスピードで移動している分はカウントされないんですかね。いや、どのくらいの速さからがダメなのかは分からないんで、まあ、素直に歩いて稼ぎましょう。それがステップテンバーです。この大会はあくまで期間中に獲得したレギュラーアグレットの額を競うものなので、いくらレギュラーアグレットを貯めたかではないんですよね。ですのでレギュラーアグレットは渋らずどんどん使って大丈夫です。歩いて獲得したレギュラーアグレットを使って履き替え用の靴を買って、また歩いての繰り返しですね。そのように指定された靴を履いてどれだけのレギュラーアグレットを稼げたかの勝負になるというところがポイントで、今回の大会指定シューズはご覧の6足です。この指定の靴を履き忘れてしまうと、どんなに頑張って歩いてもその分のレギュラーアグレットが無駄になってしまいますので、必ず指定の靴を履くように注意してください。どの靴もアグレットのショップで購入できます。または確率は低いようですが、ステップテンバーの特設スタッシュからも入手できるそうです。ステップテンバーの特設スタッシュには紫、金、そしてエリートプラスという3種類があって、エリートプラスについてはこの後ご説明しますね。紫のスタッシュは大会指定の靴ならどれでも開けられるんですが、金のスタッシュは金の指定靴を履いている時だけ開けられるという方式ですね。それぞれのスタッシュから出てくる靴も、紫スタッシュからは紫の靴、金スタッシュからは金の靴が出てくる感じですね。前回大会でもそうでしたが、世界中どの地域でも公平にするために、お天気や気温に関係なく気候ブーストは固定の値になるかと思います。それぞれその他の性能に応じて多少値段の差があると思うんですが、お財布と相談しつつどの靴で歩くのが効率が良いか、皆さんそれぞれ作戦を練ってみてください。それからスニーカーソーダ、このショップのパワーアップのところで売られているエナジードリンクですね、こちらも使用して大丈夫です。このドリンクというのは一時的にレギュラーアグレットの獲得率、アーンレートを上げてくれるアイテムですね。短い時間でたくさんレギュラーアグレットを稼ぐことができる時短アイテムになります。ブーストの効果発動中にはたくさんレギュラーアグレットが稼げるんですが、スニーカーの消耗が激しくなるのと引き換えになることに注意してください。今時短アイテムとご説明したのはどういうことかというと、
ドリンクでレギュラーグレードの総獲得量が増えるというわけではなくて、短時間でたくさん獲得できるといった感じです。ドリンクを飲んでも飲まなくても一つのスニーカーあたりで稼げるレギュラーグレードの量はほぼ一定ということですね。電車でいうと特急のようなものだと言えば分かりやすいでしょうか。時間が限られた中でとにかくたくさんアグレットを稼ぐ必要があるステップテンバーでは、これはかなり重要なアイテムになってきます。今回はイベント限定のドリンクというのはないようですね。大会概要に特に記載はなかったので、ショップにあるもので靴のティアに応じたものを使ってください。例えば紫の靴でティアが3であれば、ドリンクも紫のティア3が使えるといった具合です。それからこれはステップテンバーに限ったことではなくて、普段もそうなんですが、靴の耐久値が減るほど歩数あたりに稼げる量もだんだん減っていきます。耐久値が 50% ぐらいを切るとかなり獲得量が落ちるっていうのは皆さん普段から体験されているかと思います。前回大会の感じだと上位を狙う人はドリンクガブ飲みで、靴はどんどん買い替えて常に耐久値が良い状態で歩いていたっていう感じですかね。どこまで上位を狙うかにもよりますが、ドリンクと靴の耐久値についてご参考にしていただければと思います。さて、上位を狙うかどうかというところで、現在自分がどのくらいの順位なのかを確認するためのリーダーボードというものが今年も用意されています。アプリ内のリーダーボードというところでも見れますし、ブラウザ上でリーダーボード .aglet.app からも見ることができます。昨年と同じ感じであれば、毎日決まった時間で集計されて1日に1回更新という形になると思います。リアルタイムではないんですが、それが逆にドキドキするというかね、1ヶ月という長丁場なので、他のプレイヤーの得点を見つつ、どのあたりで少しちょっと休憩にしようかなとか、スパートをかけるかなど、本当にマラソンのような駆け引きがされてるんですよね。自分は全然ランク外でも毎日リーダーボードの上位見ているのもなかなか面白いですよ。では大会の商品を確認しておきましょう。まず全プレイヤーへのプレゼントとして、エリートサブスクリプションの30日間無料お試し期間が贈られます。エリートサブスクリプションの特典はご覧の通りです。プレイヤーの皆さんから特に手続きは必要なくて、この期間中だけ自動的にエリートのサブスク状態になるようですね。ご自身で実際にサブスクしない限りは、期間が終われば自動的に通常会員に戻ります。キャンセルしないと勝手に自動更新されるというような、そういうタイプではないのでご安心ください。全員っていうのが結構驚きなんですが、皆さんにエリートの使い勝手を体験してもらいたいっていうことなんでしょうかね。私はもうサブスクしてるんですが、なかなか快適ですよ。日本円だと月額300円です。そしてさらにエリートプラスというグレードが新設されるそうで、もうすでにエリートのサブスクをしている人についてはエリートプラスの30日間お試し期間が送られます。このエリートプラスになっている人だけがこの指定靴を変えたり、エリートプラススタッシュにアクセスできるということだと思います。このお試し期間中もエリート会員のサブスク料金が請求されます。エリートプラスの特典内容や料金がまだわからないんですが、エリートからエリートプラスへアップグレードされた方には早期加入ボーナスとして特別な報酬が用意されているそうですので、料金などが発表されたらぜひ加入をご検討ください。さて、サブスクの話が長くなりましたが、上位入賞者の商品を見ていきましょう。ステップテンバーの期間は毎週それぞれの週での受賞、それから月間の総合賞という形で商品が用意されています。ですので、どの週から参加し始めても受賞のチャンスはあります。まずは各週のリワードはご覧の通りです。毎週の記念アパレルやポスターがある感じですかね。トップ100の注目ポイントは IRL、 つまり本物のスニーカーですね。アグレットワンシリーズの新作ホワイトガムの抽選券がついてきます。抽選は毎週行われます。それから1ヶ月のエリートサブスクお試し期間とありますが、全員へのプレゼントの1ヶ月に加えてさらに1ヶ月という形で期間が追加されていく形のようです。ですので毎週トップ100に入ると最大4ヶ月お試し
止期間が伸びるということですね。次にトップ1000では抽選で10ゴールドアグレットが当たるということで、こちらも毎週抽選が行われるようです。そして参加賞として毎週新しい配色のステップテンバー柄のソックスがもらえます。前回大会では参加賞もらうためには週に最低3つのスタッシュを開けるというような条件があったんですが、今回は特にそういう条件はないようですね。どれでもいいので指定の靴を履いてほんの少しでもレギュラーアグレットを獲得したことがあれば OK っていう感じですかね。では最後に月間の総合賞を見ていきましょう。大会終了時点の集計で入賞が決まります。栄えあるトップ3の商品はご覧の通りです。画像にはそれぞれ新アグレットスニーカーと書かれているんですが、これが今回の記念 NFT ですね。それぞれの順位に応じた一つだけの NFT とアパレルのトレーニングウェアが贈られます。それからこれ指令と書いてあって見落としそうだったんですが、1位の商品のスチームデッキって書いてますが、これ多分あのポータブルゲーミング PC のスチームデックですよね。ちょっと唐突すぎてびっくりしてるんですが、一番小さい容量のものでもう6万円とかするので、これはなかなか豪華な商品ですね。実物の商品といえばこちらもお忘れなく、 IRL のアグレットワンホワイトガムが贈られます。入賞が決まってからご自身のサイズでオーダーとなります。そして OG の配色に合わせた新アグレットスニーカーというのも NFT ですね。お揃いのトレーニングウェアと合わせて贈られます。こちらはトップ50の人までの共通商品のようですね。続けてトップ10から50位までの商品はご覧の通りです。今お伝えした OG 配色の NFT とウェアに加えて、トップ10までの人、正確には4位から10位の人7名に7分の1の入賞記念 NFT とウェアが贈られます。少し商品の説明がややこしいので重要なところだけ早見表にしてみましたのでご参考にしてください。25位までのプレイヤーには先ほども出てきた IRL のアグレットワンホワイトガム、トッププレイヤーの方たちですから抽選ではなくて実物のスニーカーが確定でもらえる感じですね。26位から50位の人にはホワイトガムが発売された時にオンラインショップで使える 25% オフクーポンがもらえるようです。こちらの画像は Twitter 改め X の方にも載せておきます。上位の人たちの歩きっぷりはかなり凄まじいものがあるので入賞するのはなかなか難しいんですが、見客に自信のある方はぜひ上位狙ってみてください。いやとても無理でしょうっていう私のような方にもね、この画像には書かれていないんですが、参加賞として I Walk Do 5000 Steps ステップテンバー T シャツがプレゼントされます。その名前の通り月間で5000を達成すればもらえると思うので、歩くの苦手だから鼻から諦めるわっていう方もね、5000歩なら月間でいつの間にか達成すると思いますのでね、ぜひ参加してみてください。歩きガチ勢の人もゆるく楽しむ人も今年も楽しいステップテンバーになればなと思います。まだまだ暑いのでね、皆さんお気をつけて歩いてください。それでは9月の1ヶ月間頑張っていきましょう。このチャンネルでは今後もアグレットの情報を発信していきます。ぜひ一緒にアグレット習慣を続けていきましょう。それでは最後までご視聴ありがとうございました。去年のステップテンバーの靴とジャケットです。今年もトップ1000入れるかな、皆さんめっちゃ歩くからな、私もドリンクガブ飲みで頑張ります。